ミューロン作、円盤投げは、陸上競技の投擲競技に属する種目で、円盤も遠くに投げる能力を競う競技である。陸上競技における正しい表記は、円盤投げであるが、学校教育や新聞記事など、陸上競技関係者以外が多く関わる場面では、円盤投げと表記されることもある。古代イギリシャの陶器に描かれた、円盤投げをする若い男やり投げと同じく、 古代オリンピックから種目だったとされる。また、もう一つの起源として、ネアンデルタール人のムスティエ文化の中でも、円盤型の石が使用されていたことが確認されている。2.5メートルの円形の場所から投げ、34.92度の角度のライン内に入ったものだけが有効試技となり、ラインに触れる、またはサークル外に出る、もしくはラインの後ろからであっても投げた勢いを殺せず、 そのままサークルから出てしまうと無効主義となる。また、円盤投げでは落ちた地点にペグを使うこともある。陸上競技マガジン1999年、記録集計号 330B、ありがとうございます。